ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。はい、この度ですね、リラクヤのチャンネル登録者数がここ最近でぐーっと伸びてきまして、8万人を超えました。ありがとうございます。モデルさんを務めてくださっている方がいること、一緒にねやってくださっている、最近だとこうみんみん先生とかコラボしてくださった YouTuber さんがいること、もちろん視聴者さんもですね、関係してくださった全ての方にお礼申し上げます。ありがとうございます。ちょっと前まではすごくずっともう低迷していて、いろいろ試行錯誤はしていたんですけど、頑張って投稿するようにしてたんですけど、どの動画もほとんど伸びないっていう、正直辛いなっていう時期もあって、なので今こうしてこう伸びていることをとても嬉しく思っています。皆様ありがとうございます。2012年ぐらいからですかね、 YouTube やってるんですけれども、コンスタントに上げるようになったの2014年からで、ね、10年以上やってきていて、やっと今8万人です。感慨深いものがあって、まあ、それと、まあ、10万人になりたいなというのもあります。まず感謝を述べさせていただきましたけれども、謝罪もございます。まあ、最近伸びた理由の一つとしては、モデルさんに肌を出していただいたりする動画多かったかなというところなんですね。で、これに対してですね、その性的でないっていうふうに主張するのであれば、サムネイルの画像も、まあ、肌露出が少ないものにする方がいいと思いましたというようなご意見いただきました。まあ、おっしゃることはよくわかります。それで言われることが、まあ、性的な釣り画像をやっているというふうに言われたりもあるんですけれども、やっぱり見てもらいたいっていう気持ちがありますので、他の動画に埋もれてしまわないようにというふうに、いう気持ちで意図している部分はあります。まあ、ちょっと言い訳がましく聞こえてしまったら申し訳ないんですけれども、他の動画見ていてもやっぱり人気がある動画ってある程度ビジュアルのインパクトがあったり、タイトルに対して気になるところがあるような書き方をされていることが多いっていうふうに自分は感じていまして、それを参考にしている部分はあります。ただいわゆる釣りっていうと、実際の動画とはこうかけ離れたものをとか誤解させるものを載せるっていうのが釣りというふうに自分は認識しておりまして、それはやらないようにしてるんですよ。動画の中、動画においてあったシーンを切り抜いているとか、内容に沿ったタイトルだったりとかサムネイル画像を選ぶようにしております。騙しているとか、不快になるような挑発的なものにしているとか、そういうふうにはならないように気をつけてはいます。全身のボディトリートメントっていうので肌が出ていたかと思うんですけど、以前から実際自分視聴数がどうこうに関係なくやってみたいっていう気持ちもありましたし、ももはさん自体も受けてみたいというお希望があったのでやったことではあります。なので、まあ実際にお肌出していただいているので、サムネイルも必然的にお肌が出ているものになったという部分はあるということをご理解いただけたら嬉しいです。そのようにこういろいろと自分の中ではモラルというか考えですとか道義的な部分というか線引きみたいなものとかはあって、事情状況があって長年ねやってきていて、試行錯誤の一環というところではあるのですが、とはいえやはりまあ実際に不快になられている方がいるというのは、お声もしっかり受けているということも事実ではありますので、ここで、この場を借りて謝罪をさせていただきます。ご不快な思いをされている方、させてしまったことに関しましてお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。正面勝負をする方がかっこいいですというようなことも言っていただいて、うん、まあ私自身にね、もっとそういったことをしなくてもどんどん再生数が伸びてくれるような魅力なり、腕なりがあればよかったのですが、そのいろいろ工夫もしてきたつもりではありますが、
結果的に今の形に落ち着いているという次第ではあります。ご希望に添えず申し訳ありません。自分としては、わざわざね、その人が不快になるようなものは作りたいとは思っておりませんので、まあ多くの方に楽しんでいただけたり役に立ったりするようなものでありたいし、まあ、ご不快にさせるようなことがないようにという気持ちはありますが、まあ遊び心というか、まあ、差別化みたいなところもありますし、興味を持ってもらいたいなとか面白いなというふうにしたい部分もありまして、サムネイルは格式ばったものよりかは目を引くものにするようにしている部分があります。ご気分を悪くされた方がいることに対しては申し訳ないと思っております。大変申し訳ありません。すべての方の気持ちに寄り添う、すべてに万人受けをするものを作るということは、まあ、とても難しいというか不可能だというふうに私は考えており感じておりまして、 YouTube のポリシーには従う、そして応援してくださる方の気持ちは裏切らないというような、はい、まあ、理解してくださる方が増えるようにしていきたいなと、いいと思ってくださる方がより楽しんでいただけるようなコンテンツ、まあ、自分自体が無理をせずにやっていきたいなとか、そのように考えております。皆様からのね、ご意見ご感想リクエストなどお待ちしております。いただいたコメントはすべて読ませていただいていますし、反映できるところは反映させていただいたり、お答えできるところはお答えしておりますいますので、ぜひね、今後も気軽にね、コメントをいただけたり、まずチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録していただいて、応援していただけたら幸いです。今後もね、頑張っていろいろと取り組んでいくつもりです。リラクヤ自体も頑張りますし、動画の方もね、精力的にやっていこうと思っております。今後もね、またコラボの予定なんかも入ってたりしますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、See you!